です。ちょっと初めてでちょっと今戸惑ってますけども、ちょっと、初のライブ配信ということですね。今日はちょっとカレーの作り方ですね。市販のルーで作る本格的な、カレーの作り方というのを、実演でこうライブ放送でやっていこうと思います。音声聞こえてますでしょうか？聞こえてますかね。多分いけると思いますけども、はい、ではですね、早速やっていこうと思います。どうぞ今日はよろしくお願いをいたします。ちょっとカメラ1台なんでね、ちょっとごちゃごちゃしますけども、失礼します。作っていきますね。ちょっと最初にまあ手順だけざっくり言っておきますね。最初に玉ねぎ、人参を炒めていきます。カレーの動画でも伝えてるんですけども、この最初のあの玉ねぎをこの炒めると、じっくり炒めるというところが、この美味しいカレーをですね、作るのの一番のあの最重要ポイントになりますので、ここをね、しっかりやっておけば、6割ぐらいはもう味がもう決まったと思ってもらったらいいかなというふうに思います。で、玉ねぎ、人参を炒めまして、で、お肉を炒めていきます。で、お肉もですね、この野菜のところにこのお肉を突っ込んでこう一緒に炒めるんじゃなくて、こう別の、フライパンでこうきっちりとこう焼き色をつけて、でそれをこう野菜を炒めたお鍋のところに、入れて、で煮込んでいくという形になります。で、ルーもですね、基本的にこういう市販のルーとかに書いてある作り方は、野菜をこう煮込んで、でその最後にこうルーを加えるというやり方が、一般的なんですけども、このルーをですね、あと割と結構早い段階でですね、入れてやると、このルー自体に結構やっぱり独特の癖というか角がありますので、早めに入れてやることによって、こうなんていうんですかね、こう野菜とかお肉とかが、そういう癖をこう取ってくれるんですね。でこうもう全体のこの肉とかの馴染みもすごい良くなって、こうカレー全体がこう、まとまってくれるんですね。なのでこう結構早い段階で入れると美味しくなります。このノウハウはですね、私は見習いの時にフレンチのレストランでやらせてもらってたんですけども、その時 のシェフがですね、もうその道も3、40年ですかね、僕のもう叩き上げの人をやって、でそこのシェフに教わった方法なんですけども、もちろんそのお店とかではそんな市販のルーとかじゃなくて、こう業務用のフレークみたいなのを使ったりするんですけども、そこでこう結構早い段階でこういうフレークとかを入れていくと、すごく美味しくなるっていうのを教わって、で、それからやるようになりました。実際やってもらうと分かると思うんですけども、やっぱ仕上がりが結構違ってくるので、これはおすすめです。なんでこんな市販のルーでそれを書いてないかっていうと、市販のルーっていろんな人がやるもんですから、正直初めの方からルー入れると鍋底が結構焦げ付きやすくなっちゃうんですね。なので、それをここに書いちゃうと焦げ取るやないかというクレームとか来ると思うんで、なので、こういう安全な方法で、最後に入れるっていうのを書いてるんだというふうに僕は理解しています。ちょっと前置き長くなりましたけども、早速始めていこうと思います。あとですね、今日はちょっと煮込み体制、別の動画では3時間って書いてるんですけども、正直1時間ぐらいで、もうほぼほぼ味仕上がってるので、1時間でいいかなというふうに思います。で、ちょっと煮込んでる間もちょっと時間あるので、ちょっと他のいけるかどうか分かんないんですけども、カレーと、ちょっと別動画でもあります、こうサラダと、だし巻き卵のなんかむちゃ簡単な、本だし使ったようなむちゃくちゃ簡単やけど結構美味しいよっていうのがあるんで、そんなの作っていこうかなと思います。
で、まあちょっと時間あれば、なんかもう一品別のものか、まあなんか質問に答えるとか、まあ質問は随時答えていけるんですけども、まあなんかしようかなと思います。はい、失礼します。あ、ごめんなさい、チャットはちょっと来てるんで、あ、RMS さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。すごくコメントいただいてて、すごくありがとうございます。リクエストちょっと答えきれてなくて申し訳ないです。撮りための動画は撮ってるんですけども、ちょっと編集が追っついてなくて申し訳ないです。必ずリクエストをお答えしていきますので、もうしばらくお待ちください。はい、ではやっていこうと思います。最初は玉ねぎですね。玉ねぎこちら、台を3つぐらいですね。まあ 900g ぐらいですね。まあこれ初心者の時にちょっと僕自体も初心者の時にこの玉ねぎ 900g っていうこの皮を剥く前か皮を剥いた後かどっちやねんとかで結構思ってたんですけども、まあ結論から言うと、まあ、結構どっちでもいいっていうか、そんなに味に大きく影響はしません。まあまあ目安としては、まあ皮を剥く前で測ってもらって、でそのグラムでまあレシピ通り作ってもらったらまあまあ大丈夫かなというふうに思います。でまあ玉ねぎはまあこれ淡路の玉ねぎですね。まあ一般的なんで知られてるとは思うんですけども、北海道よりも淡路の方が美味しくなります。はい、玉ねぎとこの人参ですね。まあこれこのぐらいのサイズやったらまあ、2本丸々使ってもいいんですけど、まあ、1本半ぐらいでいいかなというふうに思います。はい、じゃあ玉ねぎから切っていきましょう。はい、玉ねぎ切るとき、皮むくときですね、まあ、こう、先にこう、水で濡らしてやるんですね。その方が、非常に剥きやすくなります。ライブ映像なんでね、普段のこの動画の時にはこういうとこ結構もカットしてるんですけども、まあ、舞台裏で言うとね、こういう野菜のこの下処理の場面ってね、結構離脱されるんですよね。あんま思んないじゃないですか。なんで、まあ、結構離脱されちゃうんですよ。なんでまあこういう場面は結構もう編集でカットしちゃってますね。あ、RMSさん、コメントありがとうございます。気にしなくていいですよね、ですね。ありがとうございます。で、あ、そう、この、チャット欄ですね。このスマホで見られてる方はですね、多分下の、画面の下のとこに、多分、チャット欄出てると思うんですけども、もし出てなかったら、その、動画の画面のところをタップしてもらったら、右上の方に、チャットみたいな、吹き出しみたいなマークがあって、そこをタップするか、それか、スマホのこの動画の画面ありますよね。その動画の画面の下に、いいねボタンがあると思うんですけども、その、いいねボタンの、横ですね。横に、吹き出しみたいなマークがあって、まあ、それが、チャットの表示ですね。で、まあ、後日、まあ、このライブ配信、後日も、まあ、後でも見れる状態になってるんですけども、チャット欄とコメント欄って別なんですよ。後日見るときは、そのチャット欄が出てこないので、後日この動画を見られるときは、いいねボタンの横に、吹き出しみたいなマークがあるんで、そこをタップしてもらうと、チャット欄が出てきますので、それを押してやると、表示されますね。ちょっとこれ傷んでるんで、ちょっと変えますね。
傷んでるとこ取り除けば、まあ、ほんでいいんですけども、もうちょっと変えます。あ、これも傷んどるやないか。これね、多分ね、今ね、時期がね、ひねなんですよね。ほんでもう多分いいやつがね、あんまりね、ないんですよね。これはちょっとさすがに、これはね、さすがにちょっと使いたくないな。買うときにね、こう押してもらうとね、こうグニッとしてるのがあるんですよ。で、そういうときちょっとやばいなっていうふうに思ってもらったらいいです。で、今日ちょっとスーパー買って買いに行ったときね、こう全体的にちょっとやばめやったんで、やばいかなと思いながら買ったんやけど、やっぱあかんかったですね。ちょっと、こういうこともあろうかと、ちょっと多めに買っといたんで、次。質問いただいてますね。玉ねぎを水につけるのはなぜということなんですけども、玉ねぎをね、そのまま剥くと結構カピカピしてるじゃないですか。でこうなんか皮がもうパカパカこう何ていうんですかね、こうもうチリチリにこう剥がれちゃって、ちょっと待って、ちょっと音がちょっと羽織って。チリチリにこう破壊されちゃって、なんかすごい剥きにくいんですよね。で、これをこう皮水につけてやることによって、こう皮がこうしっとりしてくれて、こう剥いてもね、皮がこう細かく砕かれないので、こうツル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 とええふうに剥けるんですよ。なので、水につけてやるといいふうに剥けると、そういうことですね。もうちょっと仕方がないのでね、ちょっともう寄せ集めます。まあ、寄せ集めるとね、ちょっとこの炒め気味のやつね、ちょっと周りも若干ちょっと少しちょっと匂うような部分があるんで、あんまり使いたくないんですけどね、もうしゃあないですね。あ、これ分かりますよね。こう皮むいた時にこういう風にこうペロペロンとこう一気に剥けるんですね、水につけると。こういうことですね。で、まあ、こういうちょっと傷んでるところがあるので、まあ、こういうところを取り除いていきます。あんま用ないな。あまりよろしくないので、出せますね。これちょっと映るかな。このちょっとこの色がちょっとこうちょっと半透明になってるのがね、もう傷んでるんですよね。困ったな。すいません、もう一個だけ。でまあちょっと余談ですけども、まあさらにこの、時期がこう進行していって、こうもうほんまにもうひねの玉ねぎもあらへんみたいな時期になってくると、まあ、淡路の大概何があんねんということになるんですけど、まあ、佐賀さんですね、佐賀県ですかね、佐賀さんの玉ねぎは、まあ、割と結構甘みがあるので、まあ、そういう、淡路がこうない時期ですね、まあ、その時はこう佐賀さんに逃げるとか、そんな感じにしてやるといいかなというふうに思います。まあ、この佐賀さんの話はですね、まあお店してる時に出入りの、野菜八百屋さんですね、八百屋さんに教えてもらったノウハウです。で、まあこうグニュグニュなってるとかありますよね。で、こういうとこもね、こういうとこね、煮込んでもね、まあ、そもそもあんま美味しくないし、全然柔らかくならないんですね。もう半分皮になろうとしてる状態なんで、あとこういうちょっとこうグニュグニュっとしてるとこですね。
で、こういうとこはちょっと僕はもう取っちゃうんですね。この辺は使えるんで、この辺はちょっと置いとく。まあ、ちょっとライブ配信なんでね、ちょっともう結構無音の部分というか、なんかダランとした場面とか結構出てくると思うんですけども、まあこれはしょください。まあこんな感じかな、まあ、このぐらいやったらまあ大丈夫かな。で、真ん中だけちょっと取り除きますね。まあこんな状態で、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。そうだよ。まあ、こんな状態でちょっと切っていきますね。はい。で、真ん中のこのここだけちょっと取りたいので。切りますね。見えるかな、うん、あれ皆さん、玉ねぎで失敗したことありますよね。この時期ね、結構ハズレ結構あるんですよ。で、まあ、この時期って正直ね、結構まあどこ行っても同じような玉ねぎしか売ってないんですよね。もう物自体がないから間違わないんですよね。まあ、百貨店でも意見あるんですけどね、まあ、そこまでお金かけられへんしね。で、まあこう今取りましたと、はい、でこいつを切っていきます。で、まあちょっとついでにちょっといろいろご紹介しましょうかね。玉ねぎこう縦に切るか横に切るかなんですけども、まあ、一般的に言われてるのが、まあ横に切るとこう甘みが出やすいよというような感じで言われています。でもまあ僕、まあ、教わったところもそうやったんですけども、基本的に僕縦に切るんですね。で縦に切ると結構まだ、割とこう玉ねぎの形が残ってくれる、うん、まあ、横に切るともう甘みは出るけど、まあ、結構こう煮溶けてしまうというような感触がありますね。まあ、今回ちょっと結構煮込み時間長いんで、まあ、どっちに切って もうそもそも玉ねぎも どっちに切ろうがもう煮溶けてしまう運命にあるんですけども、まあ僕が教わってきたやり方でこの縦に切っていこうと思います。まあ5ミリぐらいですかね。5ミリぐらい、大体ですね。大体5ミリぐらいですね。まあ、包丁はね、やっぱり切れるに越したことはないですね。なんちゅうか、そんな砥石とか別に使わんくていいんですよ。あれあるじゃないですか、包丁研ぎ器みたいな、グリグリグリっとするやつ。あんなんでも全然大丈夫なんで、あんなんでまあ時々やってやるだけで、すごくね、こう、切れ味がいいと、まあ、仕事もはかどるし、やっぱりね、甘みが出やすいんですよね。容器での包丁だと。そんな違いはありますね。
ネギあれですね、ちょっとまあ豆知識ですけども、あのこういうちょっと縦長とかよりもね、まあ、まん丸のやつ、まん丸のやつが美味しいですね。まあ今回ちょっとそんなやつがあんまなかったんで、まあちょっと縦長のやつ買ってきましたけど、まあ影響はしないですよね。なんでここもちょっとこれ傷んでるんで取りますね。まあ、これステンレスの包丁じゃないですか。でこれ鋼の包丁なんですよ。鋼やし、まあ、ステンレスとちょっとまた違うんですけども、切れ味はねやっぱり、ね、鋼の方がいいんですよ。あのスパッと切れるんですよね。一般的に売られてるのはこういうステンレスなんですけども、まあ、そういう、道具屋さん、まあそこまで行かんくても、まあ東京ハンズでも一回売ってると思うんですけど、に行くとこういう鋼のやつが売ってるんですけども、鋼を一遍使うとね、すごいめっちゃ切れますよ。ただ鋼錆びるんで、あの使い終わった後必ずこう水分拭き取ってやらんとすぐ錆びるんで、そこだけは気をつけてください。まあ錆びてもね、あのトイスでこすればすぐ取れるんですけど、まあってなこと言ってる間に玉ねぎ切れましたんで、次にですね、人参ですね。人参をちょっと軽く洗って、まあ皮付きのままで全然いいんですけどね。まあちょっと今回皮むきますね。で、まあ半分だけ使おうかな。半分だけ使いますね。まあ、ちなみにこの根菜類とかはですね、この半分使うときはですね、この先っぽ、このこうあったらこの先っぽの方から使ってやった方が、あのちょっとでも残った分が、あの長持ちにしてくれます。こんなもんかな。こんな状態で、ありますかね。いいな。まあ、人参乱切りっすね。人参も結構もう溶けちゃうんで、まあまあ大体いいっすね。
で、あの人参ですね、あの、あんまこう欲張って入れすぎるとですね、人参も結構甘み出ちゃうんで、あんまりね、人参ゴロゴロ入れちゃうとね、ちょっとなんか変に甘くなっちゃうんで、ね、ちょっと控えめというか、まあこのぐらいに抑えておいたらいいかなというふうに思います。あとはまあ玉ねぎなんですけども、玉ねぎもほとんどあのこの作り方だと煮溶けてしまうんですけども、あの以前ちょっとあのご質問もあったんですけども、玉ねぎの、まあ、最終ちょっとこう形を残したいというような場合とかやったら、まあ、この後ちょっと炒めるんですけども、まあ、例えばちょっと少し避けといてですね、で、まあ、普通にあの残った分炒めるじゃないですか。で、炒めてこう煮込んでいって、で、まあ、最後の方の、まあ、20分ぐらいのところでですね、でこの取り置いておいたやつをこう鍋に入れると、で、まあ、最後20分ぐらいでまあ火を通すというふうにしてやったら、まあ、ある程度玉ねぎの形も残ったやつも入ってくれるかなというふうに思います。はい、あ、コメントありがとうございます。根菜類の使い方初めて知りました。ありがとうございます。そうなんですよね、そうなんですよ、この多分ね、このこっから養分来るじゃないですか。で、ここを落としちゃうともう多分もう死んでしまうんですよね、野菜が。でもここを残しておくと多分こっから水分かなんか吸うんちゃうかなと思うんですけど、なんでまあこの方がね、やっぱちょっとまあそんな変わらないですけど、ちょっとやっぱりね持ってくれますね。うん、はい、じゃあ炒めていきましょうか。よいしょと、ごめんなさい、ね、1個忘れとった。この後で、肉炒めていくんですけども、お肉、これ買ってきたやつがこれなんですけど、まあこれなんかこんなん入ってますけど、あの切り落としの安物なんで、まあこんなん買ってきたんですけども、でこれあの肉ね、冷蔵、もし一緒に作られてる方、もうこの段階でも出しといてもらってもいいですかね。っていうかもう、本当やったら1時間ぐらい、先に出しといた方がいいんです。っていうのは、買ってすぐと結構冷たいもんですから、ちょっとほぐれにくいんですね。で、あと、焼き色つけるときに割とこう常温になってる方が、綺麗に焼き色がついてくれるんですね。多分フライパンの温度が下がっちゃうからだと思うんですけども、冷たいと。なんでちょっと、お肉はこう結構早めに外に出しておいてください。それで、はい、すみません、はい、じゃあいきますね。あ、今ちょっと質問いただきましたね。お肉を炒めた時の獣臭、あれ、ちょっと待ってくださいね。これどうやってんだ、待ってくださいよ。お肉を炒めた時の獣臭みたいな、あー、そうですね、なんていうんですかね、肉独特の匂いみたいなのあるじゃないですか。あんで、まず一つは、割と国産のやつやと結構そういうの少ないですね、やっぱ。で、まあ今回もちょっと概要欄で説明させてもらってるんですけども、美味しいカレー作ろうと思ったら、やっぱね、国産の肉の方がもう断然美味しいですね。断然美味しいですね。レストランとかやったら、美味しい外国産のやつも結構手に入るもんですから、
あの全然あの要アメリカとかオーストとか全然使ってたんですけども、あのスーパーで売ってる外国産ってね、結構なんかもう一つのやつが多いんですよね。なんで、まあ、そういうのやと、まあ、ちょっとこう獣臭っていうか、あれなんていうかな、血の匂いなんかな、なんかよう分からんけど、まあそんなのが結構出やすいし、なんかあんまりちょっとおすすめしないですね。でまあその獣臭的な、まあ、血かなあれ、うん、っていうのも、最初にこう肉炒めるじゃないですか。であの炒めをあのきちんと行っておくと ある程度消えてくれますね、うん。なんで、まあ、その獣臭みたいなのを消そうと思ったら、まず一つは、まあ、国産のお肉を使うと。あとが、まあ、あと焼き色をつけるときに、割としっかりめに焼き色をつけると。まあ、そんなんが、まあ、対策になるかな、というふうに思います。はい、まあ、こんなんでよかったですかね。はい、じゃあ、炒めていきますね。火をつけていきますね。はい、はい、でまあ玉ねぎじっくり炒めていくんですけども、炒める時のコツはですね、最初結構強火でいくんですね。で結構鍋を割と熱してやるんですよ、ね、これリアルタイムやからこうどのぐらい熱するかっていうのも伝わると思うんですけど、これあの動画やとね、この辺だいたい編集しちゃうんですよ。まだちょっと低いんですよね。なんですか温度、あ、ほんでこの鍋ね、この鍋底がね熱いやつを使ってやると上手に炒まりますね。薄いとね、まあ、こうあったらこの局所的に火の局所部分が当たるんでね、これうまく炒めらないんですよね。なのでちょっともうそろそろいけるんでいけ、これですね、この音こう入れた時にこういう音、これがまあちょうどええ温度ですね。この最初にね、こう結構こう水分をガッと飛ばしてやるんですよ。ここで。これね。焦げるんちゃうかなと思うでしょ。でもね、案外大丈夫なんですよ。というのはね、こう野菜からね、ちょっと油少なかったりしますね。野菜からね、水分が出るんでね、中がこう、この鍋底が今蒸したような状態になってるんですよ。この水分で焦げないですね。そうそうそう、火を入れて、ここでねこうしっかり飛ばしてやるんですよね。今ちょっと火強くなったんでちょっと今落としましたけど、これ見えるかな、中火、今で中火ぐらいですね。強火から中火に落としました。で今この聞こえてるこの音ですね、この音をキープする感じでいきます。まあ言うてここら辺ちょっと焦げつきましたけど、まあこの辺もそんなに気にしなくて大丈夫です。でこういうこの辺がね、こうレシピ本でも書いてないんですけどね、炒めるときにね、初めからもう弱火でジュク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 炒めるとね、まあ甘みってあんま上手に出てくれないんですよ。なんでちょっと今温度下がりすぎたんでちょっと強めますね。強くしましたね。ちょっと今強くしました。最初で割とこう強火でまた火ちょっと落としますね。中火にしました今。最初にこう水分をガッと飛ばしてやると、これがポイントですね。基本的にね、あんまりこうグル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 って触らないんですよ。今ぐらいの音になってきたら、そんなにはもう焦げついてこないので。今、火加減。こんなもんね、もうちょっと落としますね。これちょっと映像でどこまで伝わるかわかんないんですけど、まあ何十かな、この
材料の量と音だ、ね、音がやっぱ一番あれかな、判断基準ですね。音があんまりこう焦げたような音って言ったら、ね、ちょっと表現としてあれなんだけど、音で、まあ何回かやってるとね、あこの音だともう焦げるとか何となく分かってくるんですよ。なんで、ちょっと火を落としますね。今こんなもんですね。はい。このぐらいになってからだんだんこうだんだん音がこう小さめにこうジーッとなってくるんですね。ここまではねちょっと面倒見てやるんですよ。あここちょっと今これ焦げ超えてますよね。大丈夫、こういう焦げは別に大丈夫、うん、あの丸焦げはわかるんですけどね。で今これちょっと今音小さくなりましたよね。でこのぐらいの量でこのぐらいの色でこの音聞こえますね。この音やとねちょっとね温度低すぎなんですよ。もう気持ち上げてる、見えるかな、こんなもん、うんこんなもん。ちょっとこれはちょっとねどなんか表現しづらいんですけども、今ぐらいまで何分ぐらいやろ、 2,3 分かな。そのぐらいでやったら、さっきの音やったらちょっと音小さすぎるんで、気持ちちょっと音を上げてやる感じですね。そうですね、火でこう音を調整してやるみたいな、そんなイメージですね。あ、ちょっと質問いただいてますね。湯気が消えれば水分が飛んだという判断。湯気が消えれば水分が飛んだという判断ですかということですけども、そうですね、基本的にやっぱりもともとの玉ねぎに持ってる水分っていうのはもう結構な水分持ってるんで、基本的にもう湯気っていうのはやっぱ出続けるんですよ。で水分を飛ばすっていうのが、まあ、どこで判断っていうのが、まあ、ちょっとこの辺難しいですね。何時代かな、まあさっきの火の、このぐらいの玉ねぎの量で、さっきの火の大きさで、さっきぐらいの時間、3分ぐらいかな、うん、あのぐらいこう先に、強火でグッといって、水分をその分そのぐらいの分飛ばしてやると、まあそんなイメージですね。なんか説明になってへんな。なんちゅうかな。でそれをその最初から弱火でいっちゃうと、その最初の分のこのリードタイムっていうか、最初に飛ばす水分の量が飛ばせないもんですから、うまくこうその後の水分がうまく飛んでくれないんですね。でそれをこの最初にこうガッと飛ばしといてやると、その後の水分がこううまくこう飛んでくれると、そんなイメージですね。今さりげにこうサラダ油ちょいちょい足してましたけども、どうやろう、合計で大さじ 2,3 ぐらい使ったかな、うん、まあそんな神経質なランクでいいので、まあ 2か3ぐらい使ってやったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでねこう鍋をねこう煽るんですよ。ヘラでこうするんじゃなくてね、こんな感じでこう煽るんですよ。これがね、美味しくするコツなんですよ。見習いの時にそのシェフのこのこれこう炒めるのこうスエっていうのかな、フランス語でスエっていうんですけども、まあ、シェフがスエするとまあ甘みめっちゃ出るんですよね。でまあ見習いの時僕やってももうやってもやっても全然甘み出えへんくて。でまあ、シェフのやってる姿をこうじーっとこう見てたら、ヘラあんま使わへんんですよね。で、なんかうまくいかないんですけどみたいな言ったら、なんかもうボソッと、お前ヘラ使いすぎやと、
あの もっと煽ったらええねんというふうに言って、まあ、そこからそうやってやり始めるようになったらちゃんといけるようになりました。で今この音ですね、この音もうちょっと低いから若干強くしようか。まあ、ちょっとこの辺になってくるとね、玉ねぎの、糖分も出てくるので、ちょっと焦げ、あかん焦げ、黒焦げみたいなのが出てきやすくなるんで、ちょっと火加減ちょっと注意めにいかなあかんですけど。まあ、煽った時にね、ここにね、要はこういくからここにつくじゃないですか。でこの辺ちょっと、まあ、落としてやると、ここが黒くならないんで、まあ、そんなのも、まあ、プチノウハウですね。で、まあ、少し音が大きくなってきたので、またちょっと火を弱めにします。こんなもんですね。でまあ、このぐらいのですね、今ぐらいの時間が経って、このぐらいのこう今玉ねぎこうしっとりした感じになり始めてきてて、で、このぐらいの音になってくると、まあ割とそんなもしょっちゅう煽らんくっても結構ええ感じでいけるの で逆にむしろこっからもうしょっちゅうこうかき混ぜてこうやったりするとかえってね味落ちちゃうんで、上手に甘みが出てくれませんので、この辺からはねあんまりいじらずにいきます。ちょっと言語化が難しいんですけどね、この辺とかばっかり言ってますね。あ、煽るなんてできないです。あ、そうですね、ちょっと難しいかもしれないけど、まあこう両手鍋でこうなんちゅうかな、こうやってやると、この最初が難しいかな。まあ、そうですね、結構その野菜が柔らかくなる前、入れてすぐのこう玉ねぎが硬い状態やと、ね、量も多いし、ちょっと難しいかもしれないですけどね。まあ絶対煽ったらあかんっていうわけでもないし、まあほんまにまあそのプロから見てこうちょっと違うっていうぐらいのレベルなんで、まあほんまにこうやって普通にこうやってかじき混ぜてやっても全然大丈夫です。でもしフルでですね、初めからこうかき混ぜて煽るんじゃなくてかき混ぜてやるという場合でしたら、多分最初の強火ですね、時間をちょっとね短めにしてやったら多分いいんじゃないかなと思います。さっき僕がやったぐらいの時間ずっと強火でこうかき混ぜながらやるとね、多分その要は上下に完全にはしゃもじやと返ってくれないので、多分一部がね当たりすぎるんですよ。鍋底に当たりすぎちゃうんで、そこがね多分ちょっと黒焦げになっちゃうんで、まあ強火で最初ちょっとこうしゃもじでこう、そうだな、しゃもじの場合やったらちょっと常にかき混ぜながらみたいになるかな。で、まあ僕3分ぐらいやってたんですけども、時間もまあそうやな2分ぐらいかな、そのぐらいにしてやってやると。で、まあ少しこう柔らかくなってきたら、ちょっとこう試しにですね、こうちょっとこうトライしてみてですね、あいけるやんっていうふうやったら、ちょっとこうそこからはこう煽りながらやっていくという感じでやっていったらいいかなというふうに思います。まあ、この今のこの音ですね。この音。この音ですね。この音の体勢に入ってきたら、もう結構煮込み、じんわりタイムですね。ここからじんわり、そうだな、今から、こ
この色やったらあと20分ぐらいかな。うん、10分ぐらいこう炒めていくんですね。はい、これでねこうしばらくちょっと煮込みに入っていきます。じゃあですね、あ、音聞こえましたか？あ、RMさんありがとうございます。じゃあここからですね、お肉の方の準備いきますね。あ、ちょっと今音がね大きくなってきちゃったんでね、少しちっちゃくしますね。聞こえますかね？ちょっと音が大きくなってきてたんですよね。このぐらいかな。ちょっと BGM 消しますね。今火を落とした瞬間ちょっとだけ音が落ちたんですよね。わかりますかね。さっきこのぐらいの火あって、このぐらいの火やとこんぐらいの音で、火を落とすとこんぐらいの音。うーん、 YouTube でどこまでこの音が伝わるかちょっとわからんんですけどね。まあ要はこのぐらいの音ですね。このぐらいの音の状態で炒めてやると、うん、でこの状態で煮込みタイツ入っていきますね。はい、じゃあお肉ですね。お肉がちょっとまな板の方にちょっと入ってね。あ、皆さん、あの火かなり弱め、あ、弱め、そうですね、まあこんぐらいですね、こんぐらいの弱火ですね。とね、どうしてもやっぱこう編集しちゃうんでね、ちょっとその辺が伝わりきらん部分があるんですよね。で、で、次お肉ですね。お肉がこちらと、こちらですね。まあ、これもう切り落としなんですよ。まあ、よく週末ヤスリしてるじゃないですか。あんな切り落としですね。で、まあ、国産牛で、これいくらだったかな。グラムで400円ぐらいだったかな。400円か、まあそこだったかな。まあそんなやつでも全然十分ですね。で、まあただ切り落としの時にね、まあこう油ばっかりの時あるじゃないですか。でもこれも結構油多いんですけど、でそれでこのグラム、あ、これ今回600グラムですね。まあ500でもいいと思うけど、まあ600使いました。まあ、油ばっかりやとね、ちょっとやっぱね、カレーのルー自体が結構その油でできてるもんですから、
全部こう油ばっかりとかだとちょっとね重くなるというかそういう部分があるので若干ちょっと赤身を足してやるというふうにするといいかなというふうに思います。まあだいたいこれを全体混ぜたぐらいのそのぐらいのイメージですかね、うん、で赤身ばっかりだとねこう逆に今度は油の部分がないから風味うん、なんちゅうかな焼き色もちょっとつきにくいうまくつきにくいし、バランス的にちょっとやっぱり油ある程度は入ってた方がいいので、大体こんなもんですね。まあちょっとややこしいこと言いましたけど、まあ普通に切り落としの国産牛の買ってもらったらいいかなというふうに思います。でですね、こいつをですね、ちょっと今。少しこれかき混ぜますね。混ぜた瞬間ブワッと出てくるでしょ、この湯気が。これがあれですね、スエですね。スエってフランス語で多分スエットやと思うんですけど、ちょっとよくわからんけど、まあ要は汗をかかせるんですね。でこう水分を飛ばしてこう旨味を凝縮させるという工程ですね。それで、こいつですね、こう結構買ってすぐって結構固まってるんですよ。なので、ちょっと混ぜだろう。こう固まってるので、固まってるとこう、まあ、そのフライパンに入れてからほぐすような感じになるんで、そこでちょっともう火が入っちゃうんでね、ある程度ちょっとこう、焼く前の段階でね、ちょっとほぐしといてやるんですよ。でもこういう長いやつとかも、本当はまあこう、ちょっと切ってやるといいんですけど、まあ多分今回ほとんど煮溶けちゃってしまうから、もうこのままいっちゃいます。とはいえちょっと長いな。やっぱ切ろうか。切りました。はい、これでですね、そうですね、ちょっとこう今赤身と脂をちょっと混ぜてやりますね。切れてへんか、いいか。ちょっとこんな感じで混ぜてやってた。そんで買ってきたすぐやったらこう固まっているので、まあ、少しちょっとここの段階でちょっとある程度ちょっとほぐしといてやるんですね。切ったはいいけど切れてへんやんかないか。ちょっとこうやって、ね、ほぐしといてやるんですよ。すると焼いた時にいい感じに焼けてくれますね。まあ、この辺の工程もですね、動画にするときも結構編集しちゃうんですよね。あんまりこう、ま、
いろんな人がやっぱ見るもんですから、あんまり冗長な場面続くとそこからもう離脱されちゃうんで、まあ、ただライブはこういうのはなんか全部見せれるので、そういう点ではすごく、まあ、私本人的にはいいですね。あのこういうところ実は見せたいところなんで。感じですね。はい。こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じにこうほぐしていきましたと。あ、コメントありがとうございます。それがライブの醍醐味です。ありがとうございます。そうですね、このなんか舞台裏というか、全部工程見せれるのはライブの醍醐味ですね、うん。お付き合いいただいてありがとうございます、皆さん。あ、今、15名の様見ていただいてるんですね。うわ、むちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。もうほんま誰も来えへんかな思って、ちょっと心配してたんですけど。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。まあ、の料理番組と違ってこうちょっと洗いながらやっていくのでちょっともたもたしますけど、すいませんね。まあ、これ今の間もですね、まあ、こんなもう全然触ってないですよね、まあ、ここでいいんですよ。あのこの音の状態でこのぐらいの状態やったらね、もうさ触らんくても全然いい、むしろ触らん方がいい、そんな感じなんですよね。そうですね、あれ皆さん、そうですね、個人の動画なんかいいじゃないですか。そうですねそう、洗う場面もあってもいいじゃないかと、まあ、そんな感じでやっていこうと思います。はい、じゃあこれですね、こいつにこうごく軽くですね塩を振っていきますね。で今こう手洗った状態が濡れてるじゃないですか。でこうするとね、あの上手に振れないんですね。なんでお手手を乾かしますと。塩をね、あの結構あの均一にパラパラっと振るのがね結構コツやったりするんで、手を乾かしますと。ちょっと BGM、 無音も寂しいんでちょっと BGM かけましたね。お手手乾きましたと。はい、おいでお塩ですね、まあ、塩ですね。はい、もうルーにね、あのもう味ついてるんで、もうほんまもうごく軽くでいいです。もうなくてもええぐらい、もうあのほんま軽くでいいですね。でも塩も生鮮塩でもう十分です、大丈夫です。なんでまあ塩も使い分けで、あのほんまになんていうかな、ステーキにちょっと塩をつけて食べるだとか、まあそういう時はこううまい塩で、まああのこういうこう下味でつけるとかやったら、まあこういう生鮮塩とかで、まあ生鮮塩結構サラサラしてるんで、あのパラパラ振りやすいんで、まあ別に大丈夫ですね。でこれを振っていきます。まあ、軽くですね、まあ量見えるかな、見えへんな、まあまあいきますね。まあこんなもんで十分です。まあこんなもんですね。はい、で OK、 おいでからと。でまあこれ焼いていきゃいいんですけども、ちょっとお野菜の方がまだもうちょっともうちょっと炒めていきたいので、よいしょと。この BGM 好きです。コメントいただきました。ありがとうございます。僕も結構これ好きなんですよね。これ無料の、YouTube でも、あれ、
使ってもいいよっていうライセンスフリーのやつだけど、これ結構ええやんと思ってずっと使ってるんですけどもね。こんな感じですね。でね、この甘み出す時のこの具合なんですけども、あの途中をねちょっとこう食べてやるんですよ。まあ、結構まあだいぶ出てきてますね。でこう途中をこう結構こまめに食べてやるとね、あの味の変化がもうはっきり分かるんで、途中をこう食べてやるのがまあコツですね。まあ、本当、僕も最初、全然分からんかったんですよ。まあ、僕、あれで、ダストラでコック始めたんですけども、最初の頃とか本当、全然わかんなくって、やけど、まあ、本とかでやっぱ全然わかんなくって、その時 YouTube とかもなかったし、でもう自分でこういろいろやってたでしたけど、あんまわかんなかったですね。でもまあやっぱり現場入って親方習うっていうか、ほとんど教えてくれないですけど、まあ見ながら目で盗むみたいな感じでやっていって、そうするとなんとなく分かってきて、でまあそれ、まあそんなのね、まあちょっと話はそれますけど、このね、コックだけがそんなの知ってるってなんかすごいもったいないなと思って、まあそんなのも今 YouTube とかあるじゃないですか。だし、まあね、家でもできるノウハウいっぱいあるし、まあそんなのもこのチャンネルでねこう伝えていけたら、なんかね、欲しいもんできた方が家族嬉しいじゃないですか。なんで、まあ、そんなのを伝えていけたらな、というふうに思っています。何の話やねんって感じですけど。あ、そうですね。コメントでいただきました。本当に焦げないですねって。そうなんですよね。やっぱね、結構ね、鍋の厚さは結構重要ですね。なんちゅうかな。たまに、雪平鍋みたいなやつで、まあ、こんな、こう見えるかな。こんな厚さのやつが、ずっとなってるような鍋あるじゃないですか。ああいうのではね、ちょっとなかなかやっぱね難しいですね。なんでこれね、ニトリでいくらやったろう、千何本か2000何本かな。この鍋底がね、この部分ですね。この部分が分厚くなってるんですよ。分厚く。なんか3層コードとか書いてありましたけど、まあ、この辺ちょっと今度また動画にしようと思うんですけど、この部分が分厚くなっているので、きちんと炒まってくれるんですね。もう気持ちですね。もう気持ち多分炒めた方がいいと思いますね。なんかご質問ありますかね、ここまでで。使ってくルーですけども、これですね。SB のフォンドボーディナーカレーってやつですね。これがやっぱりね、美味しいですね。ほんま、SB さんからなんかもらってるわけでも何でもないですけど、SB のこれはね、やっぱうまいっす。で、多分これ定番やし、これからも多分ずっとあると思うんですよ。なんで、これを使うといいんじゃないかなというふうに思います。業務用のね、フレークもね、SB さんも使ってました。今ご質問いただきました。野菜の好みがあると思うんですが、おすすめ野菜ありますか？そうですね、カレーはもう基本的に、そんなに具材、野菜は入れ、むしろあんまり入れない方がいいかなっていうふうに思いますね。まあちょっと好みもあるんやけど、やっぱカレー自体がやっぱすごい複雑な味なので、あとプラスするのはその野菜、フレッシュの野菜が持ってるうまみを足すっていう部分になるので、まあ要は
ルーでは作れないあのフレッシュな野菜が持ってる旨味をプラスするっていう部分を足すっていう、そんなイメージになるので、まあ、その部分はまあ正直こう玉ねぎと、まあ、人参があれば十分かなっていうふうに思います。まあ、玉ねぎだけでもいいぐらいかなっていうふうに思います。まあ、強いて足すとしたらそうですね、まあ、あのちょっと風味は変わるんですけども、あのセロリですね。あのセロリってなんかまあ、そんなに使わないんですけども、まあ、やっぱり香味野菜っていうだけあってね、すごくこう風味が良くなるんで、あの美味しいですね。うん、まあ、ちょっと味のその組み合わせ的にあのカレー味とセロリの風味っていうのを、まあ、もちろん美味しいんですけどもっていうのでいくと、まあ、どっちかちょっとあの別動画であるあのクリームシチューですね、あの時はもうほんまセロリ入れてやるとすごく美味しいんですけども、まあカレーの時はそうですね、まあ、この玉ねぎと人参ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あとは、まあ、あそうですね、じゃがいもはもうこれもちょっと別動画で作ってあるんですけども、初めから入れちゃうとね、もう煮溶けちゃうんですよ。でもドロドロになってしまうんで、まあ、最後の方で入れる。で入れる時も、その人参、あ、じゃない、じゃがいもの皮むいてこう丸ごと入れてやるんですね。そうすると煮崩れないですね。うん、で火が入った後でそのじゃがいもを好みの大きさにカットしてやると、まあ、そんな感じでやってやると、うまくいきますね。まあ、単純にじゃがいもはカレーのじゃがいもってうまいですよね。なんで僕もすごい好きなんですけども、もしじゃがいも入れるんやったらほんまに最後の方、じゃがいもがまあ丸こんなもんの大きさのじゃがいもやったらそうやな30分か40分ぐらいで火が通ると思うので、まあ仕上がり時間から逆算して入れてやる。でまあこのぐらいの角切りやったらどうやろう20分ぐらいかな、まあそんな感じに入れてやったらいいかなと思います。ただまあ角切りやとこう入れてあんまり混ぜちゃうとやっぱり角の方から溶け出ちゃうんで、まあ、あんまりいじらんようにもう入れたとしてもこう底の方だけこうこんな感じでちょっとだけ混ぜてやるみたいな、そんな感じでやってたらいいんちゃうかなと思いますね。まあ、質問いただいた今調理している方法とじゃがいものマッチング、あ、これもちろんねこの作り方とじゃがいもバッチリ合いますよ。美味しいですよ。うん、特にそのじゃがいも入れ丸ごと入れてこのそのまんま丸ごと入れたまんま一晩寝かすんですよね。そうすると中までキューッと味が染み込んでもう抜群にうまいですね。うん、でじゃがいもはメークイーンが美味しいですね。ねっちりとしてカレーとすごいよく合うと思いますね。男爵だと多分結構煮溶けやすいんちゃうかなと思うんですよね。まあそろそろ甘みが出てきた頃やと思いますね。今でさっきの煮込み体制から多分20分ぐらい経ってると思うんですけども、ちょっと味見てみましょうかね。なんていうかこううわ甘とかそんなんじゃないんですよね。なんかこうほんのりとした甘さというか、うまみが出るんですよね。まあこんな感じでそろそろいけるかなと思うのでお肉を炒めていきましょうか。火口移しましたけど、こっちでも火は弱火でずっと入れたまんまですね。弱火で火を入れたまんまお肉を炒めていきます。で、まあ、肉炒めるのあれですね、ほんまこういう鉄のフライパンがいいんですよね。すごく綺麗に焼き色がついてくれるので
で、まあ、ちょっとお家ではなかなか鉄のフライパンとかないかもしれないんで、ないと思うんで、テフロンでいくと思うんですけども、まあ、今回まあちょっとまあこんな感じだよっていうので見てもらえたらなというふうに思います。まあ、せっかくなんでそうですね、まあ、ちょっと、まあ、3回ぐらいに分けて入れる肉入れるんですけども、最後の1回はテフロンで やってみましょうか。じゃあ炒めていくのですが、あ、ちょっとだけ待ってくださいね。で、テフロンもし使う場合はこんなやつですね。もうなんかもうテフロンも剥げてるやみたいな、もう古い、もうガンガンに熱しても全然大丈夫みたいな、まあ、こんなテフロンを使うといいですね。あの、要はあの肉入れる前にこうテフロンをガンガンに熱するんですよ。やし、それをこの新品のテフロンでやっちゃうともう一発で赤いようになっちゃうから、もう捨ててもいいようなテフロンですね。まあ、こんなやったらまだいけると思うんで。はい、ではお肉いきますね。すいません、ちょっと段取りが、この炒め方、油むちゃくちゃ飛ぶんで、ちょっと下、新聞紙引かせてもらいますね。油めちゃ飛ぶんですよ、これ。でさらにですね、ちょっと換気扇強いので行かしてもらいますね。ちょっと多分うるさいと思うんですけど、ちょっと部屋中煙だらけになるんでごめんなさいね。行きますよ。じゃあ火をつけていきます。あ、ついてた。はい、つけます。はい、強火ですね。はい、で、ここで熱していきます。で、結構ね、こう熱するんですよ。ライブやからリアルタイムの秒数いけてますけども、あの、今つけてからも結構時間経ってますよね。で、こう見えるかな、ちょっと薄煙が出てきてるんですよね。このぐらいの状態で油を入れますけど、まだ低い、もうちょい、ちょっと油入れて、最初のボタンとか広げてやる。あんま変わんないですね、ここから。もう火ずっと強火です。ここでさっきみたいにこうほぐしとかんと、ここでこうごねごね、あの、ほぐしたりとかするんで、そうするともうその間に他に火が入っちゃうんですよね。なのでさっきの段階でこうある程度ほぐしといてやると、こんな感じでスーッてわけですね。で、ここでこうゴレ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 動かしちゃうと、こう肉からも水分出てくるんで、この接地面にこう 水分が入ってしまって、うまく焦げないんですね。焦げるというか焼き色が、あ、これちょっと焦げた、こんぐらい、この焼き色、これ見えますかね、これがうまいんですよね。で、まあ、このぐらいになったら、
ちょっと早いかな、まいった、ね、この状態で入れてやると。油は入れなくていいです。はい、もうちょい行きましょう。はい、また火強くします。また熱してやります。くれぐれもあの引火しんように気をつけてください、ね、これかなり高温なんで。こんな感じでこうちょっと数回に分けて入れてやるんですね。あの一度に全部入れちゃうとあのもうフライパンの温度も一気に下がるんで上手に焼き色がつかないですね。油の量もあの、あんま少なくてもね、上手に焼き色つかないんですよ。なんで、ぜひギフトで調整して、触りたくなるんですけどね、我慢して、ね、こんな焼き色ですね、こんなこれがね、美味しいんですよ。あのまたあのテフロンとフライパンの違いっていう動画も用意してあの作ってありますので、あのそんなのもちょっと参考にしてもらえたら、この辺詳しく書いてますんで、あ、言ってますんで、はい、こんな感じですね。これを入れていきます。このしっかり焼き色をつけたやつを入れると味がぐっとまたワンランク上がりますね。はい、ここがコツですね。はい、じゃあ最後の一発はテフロン使いましょうか。テフロンですね。よいしょ、はい、火つけます。ちょっと大きめなんでね、あのちょっと時間かかりますね、温まるっていうのは。で、まあ、このフライパンもですね、あの1個あるとね結構使えるんですよ。あのやっぱ仕上がり全然違うし、あのもうこれ僕買ったの、これもう多分20年は絶対使ってる、もう20何年使ってるけど全然使えるし、あのちゃんとちゃんと使えばずっと使えるので、あのすごいおすすめですね。これもあれさ、2500円ぐらいだったかな。うん、まあ、あの一応概要欄にリンクもちょっと貼っとくんで、まあ、よかったらどうぞ。まだ低いんですわ。まだ温度低いんですわ。うん、でお肉ちゃんはこんな感じで今入ってます。最後の1回のお肉があるんで、こいつを焼いていくんですね。煙が出てきたの見えるかな。出てきてますよね。はい、そろそろ行きましょうか。ちょっと低いな。面白いな。行こうかな。よいしょ。はい。これ低かったな。
でもいじらないですね。もう我慢、我慢。我慢のコード。この、この色付けはですね、まあ、リトレって言うんですけど、あの、テントの色で。このいじらないのがコツですね。もうちょい。角切り肉だったらこう全面こう焼いていくんですけども、もう薄切り肉なんで、あの全部やっちゃうと、もう旨味のこういう大きいところも全部飛んじゃうんで、片面だけやって。もうちょい。こんなもん。見えますかね？こんな感じ、こんな感じ。こんな感じで。こんな感じで、あとは全体してちょっと食べていくと、ちょっと。入れていきます。油は入れません。この油入れる入れないもの、初心者の時になんかどうしたらいいのか分からんかったんですけど、まあ、あの料理作ってるうちに学びました。カレーはあんまりこの焼き油入れない方がいいですね。あとこういうこの残った油、これもう完全に酸化してるんで、ガンガンに焼いたい時の油、こういうのはもう入れないってことですね。でですね、こいつ特にもうテフロンはもうほとんど何もついてないんですけども、このフライパン、鉄のフライパンですね、これの時はこの見えますかね、この鉄のフライパン独特なんですけども、こういうのがついてるんですね。でこれあのスックってやったかな、ちょっと発音忘れたけど、スックって言いまして、このこびりつきがね、うまみの元なんですよね。ここも残らずいただいていきますと。で、ちょっと熱すぎると、あの、温度も下がってるけど、まあ、もし全部フライパン、鉄でやったというふうやったら、まあ、熱々なんで、まあ、ちょっと温度下げてやって、で余分な油は捨てまして、もうあらへんけど。でこの状態でちょっとこれ今間置いちゃったから、少し油残っちゃってるからちょっと折りますね。はい、まあこんな感じですね。はい、でこいつにですね、まあ入れていきます。 70cc ぐらい、まあ大体です。もう適当で全然大丈夫です。で入れて火をつけてやりますと。こんな感じですね。でもうすぐちょっとガラガラっと沸いてくるので、沸いてきたらこいつをねゴシゴシやってやるんですよ。そげを落としてあるんですよ、さっきのスックを。まあ、テフロンの場合やったらこの工程いらないと思います。はい、落ちたのでこいつをこのお鍋にいきますと。はい、それでですね、よしですね、ちょっとパンチ線を出さないで切りますね。よいしょと。はい、これで具材ちゃんたちが入っていきましたので、お水を入れていきます。1リットルですね、ダバーっと。はい、ダバーっと、はい、入れていきます。はい、入れたら、火をつけていきますと。はい、沸くまでは強火です。で、この時に
最初のこのごく初期の段階で少しちょっとこう悪の通り道を作ってやります。置いておきます。これ今1リットルでやったけど多分ちょっとね高いんでね、150、あ、150あれやな、100だな、100足しました。1.1 リットル入れました、はい、多分ある程度水が蒸発すると思うんで、はい、でこう沸くまではね触らないんです。あのさっきの灰汁の通り道作ったらもう触らないんですね。ここで触っちゃうと灰汁がガラガラっとこう循環しちゃうんで、コメントいただきました。フライパンの違い、火の入り方が露骨ですね。そうですね。あのだいぶねやっぱ違うんですよ。鉄とあのフライパンで。ステーキとかなんかね鉄やとねバッチリうまくいけますね。あとポークソテーとかも F にいけますね。うん、はい。だんだん沸いてきましたよね。でまあ、アクしていくとき、まあ、こんな感じでこうちょっと水の入ったボールを用意しておいてるとやりやすいです。でまあお玉もまあこういうレードルですね、先がそのままってるやつが、まあ、アクは引きやすいですね。前ちょっとあの別の方に質問あったんですけど、あのこういうアク引きもあるんですけどね、ちょっとねこれの方がいいかなっていう、まあ慣れもあると思うんですけど、カレーの時はそうでもないんですけど、特にあのシチュークリームシチューとかだとあのこいつで、あとこの油も何も全部一緒に作っちゃうんですよね。あのバターの部分、あのクリームシチューはあのじっくりと野菜炒めたバターも一緒に入れるんですけども、あのそのバターはあのガンガンに熱したバターじゃないから美味しいバターなん でそれでこれ作っちゃうともう全部すくっちゃうんですね。でもこいつでやとアクの部分だけ、泡の部分だけをすくえて、あの油の部分は残せるんで、あの特にシチューとかの場合はですね、こういうやつの方が引きやすいですね。ってな感じでいってる間に火が入ってきましたんで、よいしょ、できたらアクを引いていきますと。最初も頑張って引いちゃっていいんですけどね。あ、ちょっと今沸いてきたんで、ちょっと火ちょっと中火にしますね。このぐらいかな。強いな。もう気持ちいい。テオリーにする感じですね。このぐらいの音でちょっと BGM 切ろう。このぐらいで結構最初でこうガバッとすくってやるんですね。ガバッと、まあ、カレーの場合はあんまりあの油は残しといてとかあんまり気にせんくて大丈夫ですね、まあ、このガバッとアクをすくうときは初めにガバッと引いてやって、まあ、あとはそんなちょこちょこ引かなくても大丈夫と、そんなイメージですね。まあ、よくこうやってフーフーとかあるじゃないですか。
まあ、これについてはそんなそこまでする必要ないですね。もう一回パッと弾いてやったらいいですね。これがあるとこうやって揺すぎながらいけるんでね。こう詰めてって、でもそろそろもう真ん中ら辺もぐちょぐちょいってきてるんで、ちょっと火を落としますね。よいしょ。今ここまでやっちゃうとこう音全然しないですよね。これ全然。じゃそれもちょっとあれなんで、まだちょっと。中弱火ぐらいに一旦落としますね。はい。ちょっとやな。うん。こんな感じで。ほぼ大丈夫ですね。で、そう、あれ、僕、自分自身が初心者の方に困ったのが、こういう部分ですね。この、これ見えるかな？この油の部分ありますよね。で、これももう全部一生懸命取ってたんですね。でも、カレーでそれをやっちゃうと、なんかスカスカの味になっちゃうんですよね。なので、まあ、アクを引くときに、ある程度ちょっと一緒に取ってしまう油はもう良しとして、もうこれ以降出てくる油はこの要は牛から出てきてる美味しい油なんで、もうそこは引かなくて大丈夫ですね。最初の肉を炒めるときにくっついてくる傷んだ油とかはもう最初のガバッとすくうときにもう取れてしまってるので、まあこっからはね、まあ、そんな神経質にならなくても大丈夫ですね。はい。で、まあ、アクがすくえたら、まあ、こんな感じでこう、なんちゅうかな、アクすくうまでは、完全に弱火にせずに、ちょっとこう、くつくつさせながら、くつくつっていうか、まあ、グラグラじゃなくて、ちょっと、弱火よりもちょっと強めな感じで、引いてやって、こう、完全にアクを出し切るんですね。そうすると、もうこれ以降、もうアクは基本、もう引かんくてもいいですね。はい、この状態になってきたら、弱火、もうとろ火っていうかね、うん、こんな感じにしていきます。で、ここで煮込んでいくんですが、ここでですね、ルーをですね、入れてしまいます。よいしょ。ちょっと BGM かけますね。はい。はい、でと。よいしょ。コメントいただきました。ありがとうございます。冬さんって読むのかな。美味しそうということでありがとうございます。で、お肉にメイラード反応。そうですね。まさにさっきのがメイラード反応ですね。テフロンと鉄のフライパンの違いっていう動画で解説してるメイラード反応がまさにさっきのやつですね。拭いて、この残ったやつももったいないので。して入れてと。お鍋の厚手と薄手の違い、このライブの前に動画作っとくべきでしたね。ちょっと本当申し訳なかったです。
まあ、またあの後日厚手の鍋と薄手の鍋の違い必ず動画上げますのでもう少々お待ちください。貧乏臭いですけどね、こんなん結構ね現場でもよくやるんですよ。隅々まで缶を開けたらもう隅々まで水ですすいで使うとかね、やらんと蹴飛ばされるんですよね。なので、大事に全部使っていきます。はい、まあこんな感じで入れましたら、この段階で、ルーはねもうちょっと溶かしてやるんですね、完全に。火を放ったちょっと、ちょっとルー溶かすときはね、若干ちょっと火強くしますね。まあだいぶ溶けてきたかな。 OK ですね、うん、はい。そしたらまた火を弱くしていきますと。はい、とろ火ですね。でもこっからもうほとんど触らなくなるので、ちょっと具材ちょっとお肉とかはちょっと沈めときますね。結構この具材多いなみたいな感じるかもしれないですけど、もうこれ最後なんか溶けてくるので最後ええ感じになってきます。でまあここでも、もしよかったらですね、ちょっとこう味、スタートラインの味を見とくんですね。ほんとね、まあ、しゃべしゃばなんですよ、これがね、だんだんね、変わってくるんですよ。はい、ということで、ここで煮込み体制に入っていきます。ちょっとね、片付けたりとかしますのでね、コメント、鍋情報欲しいです。ありがとうございます。必ず鍋の動画作りますね。ちょっと待ってくださいね。もう一つ、洋食と和食のレシピ動画をメインですが、一応日本発祥の天津飯をリクエスト。あ、天津飯ですね。天津飯ね、僕ちょっとレパートリーないんですけどね、ちょっと頑張ってやってみようかなと思います。とあのリクエスト僕くださいね言っときながらこう溜まっちゃって、なんか今6、7本多分溜まってんじゃうわな。なんかちょっと順番にやってきますね。もうちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。ちょっとここから煮込み体制にね入ってきますんでね、少しちょっと洗い物させていただきますので、少し小休止させていただきます。しばらくお待ちください。
今コメントいただきました。トロビとはいえ焦げないのでしょうか。大丈夫です、焦げないです、大丈夫です。天津飯のお酢やケチャップやごま油が入っていない関西風の醤油あんがかかったの希望。あ、了解しました。ちょっと そういうのをちょっといっぺんねちょっと考えますね。天津飯ですよね。 OK です。まあこれそうですね、まだほっといてもいいかなと思うんですけど、こう焦げないですね。こう、うん、このこれはさすがに食感は伝わらないんですけど、こう鍋底をこう触ってるとかがあると思うんですけど、焦げたらこれがグリ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 ってなるけど全くなってないですね。うん、でまあ特にそうですね、あのちゃんと底の分厚い鍋を使えば、まあ、厳密にはねこのそこの部分っていうのは、まあ、こびりつくようなこの焦げというか塊はできてくるんですよ。でもそれは焦げじゃなくってこう塊みたいな感じ、うん、なんちゅうかな、焦げの一歩手前みたいな感じなので、まあ、それはねこうグーッとこすってやったら剥がれてくれて、でそれもまたこう煮汁に行き渡ってくれちゃうのでもうなくなっちゃいますね。なのでつきっきりで混ぜなくても、そうだね、15分に1回ぐらいかな、そのぐらいのペースで十分ですね。またこれほっときますね。もう基本的に煮込みってね、触れば触るほどまずくなっちゃうんですよ。なんでこう極力触らずにこの自然のこう対流でこのコトコトと煮込んでいくと、もうこれでもちょっと火強いかなっていう感じなんですよね。もう気持ちちょっと小さくてだけど、ちょっとこれ以上ちょっと小さくならないんで、まあ下になんか板でもかますと火は小さくできるんですけど、まあとりあえずこれでいきますね。まあこのまままたほっときますね。あ、ふゆさん、リクエストはい、頑張って答えますんで、ね、少々お待ちください。僕の少々だいぶ結構長いですけど、まあ必ずしますんで待っていてください。じゃあこれ、このまま置いておきますね。でちょっとまあ待ってる間にちょっと、まあ、これ多分夕飯でちょうど食べれるぐらいになると思うので、これ煮込み始めが3時40分ぐらい、ちょっと控えとこう。
40分ぐらいから煮込み始めたので、ちょっと1時間ぐらい置いておきますね。で、その間に、まあ、夕飯で食べれるぐらいだと思うので、ちょっと付け合わせ的なものをちょっと作っていきますね。まあ、言うても簡単なもんですけど、まあ、サラダですね。ちょっと別動画でも用意してあるんですけども。よいしょ。でこれね、ちょっと僕ね、ちょっと今日段取りを間違えてね、あれなんですよね。これ買ってきたサラダなんですけども、まあよくあるちょっとこうへにゃんとしてるじゃないですか。でこういうのをね、水にね、こうお花みたいにつけとくんですね。そうすると結構シャッキリしてくれるんですよね。私本来やったらそれをこうカレーちょっと作り始めの前にですね、やっときゃよかったんですけど、ちょっと僕なんかテンパって忘れてまして、ちょっとまあ今やりますね。まあ、このお尻をちょっと落としてやるんですね、軽く。で、この状態でつけといてやる。で、葉っぱにも少し水をかけてやる。で、今これヘニャヘニャじゃないですか。これがだんだんパリッとしてくるので、ちぎる前にちょっとこの一手間をかけてやると、さらに一段と美味しくなりますね。まあ、これはこれでいこうてと、じゃあまあ並行して、まあ淡泊何しようかなと思ったんですけど、まあカレーに合うのかって話ですけど、まあちょっと簡単なだし巻き卵を作っていきますね。2分ぐらい待ってくださいね。あ、コメントいただきました。煮込みは触るほどまずくなる。そうなんですよね。そうなんですよ。ほっとくのが一番、本当はオーブンに突っ込んでやるのが一番いいんですけど、なるべく触らないコツですね。あともう一個、ちぎってからでは遅いですかというところですね。あ、サラダをこの今水につけとくってやつですね。これまあほんまちぎってからでも全然いいんですけど、まあこうしておくとよりパリッとして美味しくなりますよってことですね。ただしまあもしお時間あるようでしたらされるといいかなというふうに思います。あ、そう、ついでこれあれだ。フライパン、鉄のフライパンの処理なんですけどね、これ今使いましたと。で使ったやつを、まあ、触ってこうぐるぐると洗うんですよ。で洗剤つけるとね、こうやって洗ってこんな感じにしとくんですね。でこいつをかけて強火ですね。ちょっとこう焼いてやるというか水分を乾かしてやるんですよ。あ、コメントありがとうございます。こういう豆知識はありがたいです。ありがとうございます。もう結構いろいろね、豆知識やってお料理面白いですよね。まあこんな感じで水分を飛ばしていきます。
軽く焼く感じですね。はい、今ちょっとこの辺にもちょっと火あの水ついてたんですけども、今ちょっと乾きましたんで、これで OK。 で、これで OK、 これで OK ですね。これでもうほっといたら大丈夫。これをまあしておけばもう二十何年使えると、まあそういうことですね、うん。なんであの鉄のフライパン、最初ちょっとこう油ならしっていう作業があって、まあそれちょっと僕は作れてないんですけど、あのロピアさんとかそういうのを作ってはるんで、まあその処理だけやってやったらずっとこの方法で繰り返し繰り返し二十何年ずっと使えますね。はい、ってなことを言いながら、ちょっとなんか火がなんかちょっと強いんだなこれな。こんな感じでこう鍋底を軽くちょっとこう擦ってやるようなイメージですね。こんなもんもうこんぐらいしか触らない。多分ね少しだけ味変わってると思うんですよ。ちょっと味見たろう。若干ちょっと旨味が出てきてるかなって感じだけど、まだあれですね、薄いですね、うん。まあそうですね、さっき、僕水入れるときに、1リットル入れてその後100cc か、足したんですけども、そうやな、ちょっとこのペースやともしかしたら1時間の煮込みではちょっとしゃばくなっちゃうかもわからんですね、うん。1時間、そうだな、このペースやと1時間半ぐらいでちょうどいい感じかな。そんな感じですね、うん。こう煮込みながらこう味の変化率みたいなのあるじゃないですか。まあそれでこう足す水の量をこう推測するというか、そんな感じですよね。なんでまあ安全策取るんやったら、最初の段階で、まあ、さっきみたいに1リットルだけ、さっきは 1.1 リットル入れたけど1リットルだけを入れて、この途中でこう味を見ながら、まあ、今このぐらいの時間で、今煮込み始めて15分ですか、15分経ってこのぐらい煮詰まってきてるから、まあ、水このぐらい足しといたらちょうどいいぐらいかなみたいな、そんなイメージで水を水分量を決めてやるみたいな、そんなイメージですね。まあ、別の方から質問いただいたんですけども、煮込み料理をするときにこの水位を保ちながらこう水を足しながらやっていくのかっていうことがあったんですけども、基本的に煮込み料理っていうのはそういうことはしないんですね。基本的にこう最初にこの仕上がりの煮詰まった時の水分量からこう逆算して、最初にその水の量あるいはそれよりちょっと少なめの量入れて、もしこのままでちょっとやったらちょっと煮詰まりすぎるなと思ったら少し水を足すみたいな感じで、まあそんな感じでこう仕上げていくんですね。なのでつまりこの水位は下がっていくんですね。下がっていくんです。なのでこの煮込みでこう野菜のこう旨味をこう出すっていう工程と、この煮込んでこう旨味をこうギューッとこう凝縮させるというか、まあ、そういった意味合いもあるので、まあ、もちろんもうガンガン煮詰めてとかそういう意味じゃないんですけど、この自然にこう水分が蒸発してこう煮汁が軽く煮詰まっていくことによって、こう旨味がこう凝縮するっていう効果もあるので、基本的には水位を保ちながらやるということはしないですね、うん。このあと煮込む時もこの蓋をするかしないかっていうのなんですけども、結局まあ蓋をしちゃうとその水分が中に入ったまんまなんですよね。別にそれはそれで別にあかんことはないので、まあサイズの水分量を減らしてみていたらあかんことはないんで別にいいんですけども、この蓋を外しておくことによってこう適度に水分も飛んでくれると。あと、もう一つ大きいその蓋をしないという目的がですね、このまあ火口を使ってこの蓋をするとですね、温度が上がりすぎちゃうんですね。今この蓋を外した状態やと、まあ、ちょっとややこしい話になりますけど、この要は水の蒸発とこの鍋水の温度とかがこう均衡状態にあるわけで、でこう温度がまあ大体これで今多分90度ぐらいかな、この泡の出具合やと、まあ、そのぐらいに保ってくれてるんですけども、これ蓋をしちゃうとね、もう温度上がりすぎちゃってもうグラグラになっちゃうんですよね。
なんでこう鍋がもう今、まあ、これでもちょっと火強いぐらいですけど、あのポコポコっとした火の出具合、あの泡の出具合なんですけど、これを蓋しちゃうとね、もっともうグラ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 って沸くと思うんですよ。そうするとね、こう上手にこの旨味がこう行き渡ってくれないというか、上手にこう旨味が出てくれないんですよね。なんで、あのつまりあの蓋をしちゃうとこう温度が上がりすぎちゃうんですね。まあ、そういう意味もあって、こうちょっと蓋はせずにこうやっていくと、そんなイメージになりますね。はい、まあ、話だいぶそれましたけど、だし巻きいきましょうか。だし巻きが、だし巻きが言うといてちょっとレシピ忘れたので、ちょっと見ると、ちょっと待ってくださいね。まあ2本ぐらい作りゃいいかなと思うんですけど、まあ、だし使うのがまあほんまはいいんですけど、まあ、本だしを使って簡単にできるやつですね。これ覚えとくと弁当とかにも全然使えるんで、すごい便利ですね。お鍋移しますね。火はつけてます。で弱火です。触ってないです。まあ、こんな感じでこうちょこちょこメモってるんですけど、まあ、これ別にどっかからたくってきたやつじゃなくて、なんか適当に組み合わせて自分でちょっと調整しながら作ったレシピなんですけど、卵6個ですね。まあ、卵6個だけどだし汁がいるので、だし汁、120ですね。熱々やとあれなんで、ちょっとぬるま湯ですね。ぬるま湯が、今お湯を軽く沸かしてと。そうですね、本だし。
ぬるま湯ですね。まあ、本出し水でも溶けるぐらいなんで、120と。120g に本出しっすね。どうやろう、小さじ思うかな、こんなもんですね。どうやろう、小さじ半分ぐらい、こんぐらいですね。溶かしてやってと。熱々のお湯でもいいんですけど、熱々のお湯だと卵入れると卵固まっちゃうんで、でこいつに、薄口ですね。今も鍋全然触ってないですね。薄口を 8g と、ちょっと今僕映っちゃったかな。まあいいか、 8g ですね。はい、 8g ぐらい入れまして、あと卵ですね。卵を あとコメントいただきました。細かいポイントが盛りだくさんでありがたいということで、ありがとうございます。こちらも教えていただけるとありがたいです。そうですね、これからもちょくちょくやっていけたらなというふうに思います。ありがとうございます。というコメントがすごい嬉しいですね。これちょっと多分ね、熱いんで、このまま入れたら卵固まっちゃうんで、ちょっとお見苦しいですが、ちょっとこう冷ましますね。まあ氷水で冷やしてやったらいいんですけども。
若干暑いが、いっちゃおうか。ちょっと、こいつちょっと面倒見てやるね。よいしょ。これ今触るとこう、底が若干ちょっとこうコリコリっと当たるんですけど、カリカリじゃないです、ほんまコリコリっと当たるんですけども、そこをちょっとこう擦るような感じでやったら、もう今もうツルツルです。で今さっき最初に引っかかったコリコリ、ゴリゴリゴリみたいな、カリカリじゃなくて固まってる部分は今煮汁の中に散らばっていったので、これも溶けてくれます。お肉ちゃんはちょっと沈めていきます。うん、で先ほどのだし巻きっすね。だし巻きこれ1匹多分ガバッと入れるとちょっと固まるので、ちょっとずつ入れてきますね。氷水で冷やしてたら全然いきなりガッパッと入れたやつで全然大丈夫なんですけど、うん、なんかちょっと気持ち悪いな。氷水で冷やす、すみません、冷やしますわ。冷やします。段取り悪いですね。はい、じゃあいきますね。で、だし巻きであと必要なセットがあって、こんな入れ物と、こんなキッチンペーパーですね。いや、こんなダラダラの放送やのにまだ17人の方見ていただいてるの、いただいてるのめちゃくちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。でこれに、油ですね。サラダ油をダバババーっと入れていって、うん、で言うてる間に多分OK。 で、冷めましたんで、卵のなんかの赤いの多分入ってるけど、あとで取ったろう。はい、これでと、であと冷凍ですね。
構ね、油べっちょりつけるんですよ。はい、入れていきます。最初はあんまり気にせんとって大丈夫なんですよね。焼いたところにペーストをつけて、油引いてやって、久しぶりなんでめっちゃ下手くそやん。ごめんなさい、質問、ちょっと今矛盾になってて気づいてなかった。卵が固まる、卵が固まるっていうのはあれですかね、最初の卵を混ぜるところですね、ところのことですかね。要は卵にこのだし汁を入れるときに、なんていうんですかね、
熱々のだし汁とかやと、要はもう卵に火が入っちゃうんですよね。なのでこのだし汁をこう冷たい状態にしておいて卵に入れてやると、卵に火が入らずに混ざってくれると、そういうことですね。うん、で、まあ、これちょっと映したくないですね。はい。じゃあ気を取り直してと。先ほどのカレーですね。よいしょ。そこが少しさっきと同じようにこう塊はあるんやけども、こうやってこすってやってまたツルツルになってる状態と、全然焦げがこの中にこう行き渡ったりとか全然ないんで、これでね大丈夫なんですよ。はい、もうちょっと煮込んでいきますね。ちょっと洗いますね。コメントいただいてましてありがとうございます。美味しそうというフォローいただいてありがとうございます。もう本当に恥ずかしいな、ね、卵サンド。そうですね、だし巻きね、まあ、食パン、ふかふかの食パンにだし巻き挟んで食べる、挟むとね、すごい美味しいんですよね。うん、で、まあ、そう、話それますけど、サンドイッチとかですね、だし巻きとか挟む時とかでも、マーガリンですね、マーガリンをねやっぱり塗ってやるのが結構ポイントですね。それが結構案外うまみの元になってくれるので、あれ結構塗るとやっぱり美味しいですね。では言うてる間によいしょと。はい、サラダですね。まあちょっと今の時間やとちょっとまだ完全にシャキッとなりきってないと思います。だいたいそうですね、30分ぐらいは多分つけた方がいいんですけども、今日いっちゃいますね。若干ちょっとパリ気味になってるの分かりますかね。ちょっとまだ不十分なんですけども、
まあ、要はこうやって水につけてやることによってこう水を吸ってくれるものですから、あの葉っぱが元気になってくれますね。でそれからちぎった方があのカリッと仕上がってくれますね。でこれをちぎっていきます。サラダの動画もですね結構いっぱい上げてますので、また詳しくはそちらをご覧になっていただけたらいいかなと思います。でちょっと完全にはちょっとあのパリッとなりきってないので、まあ今回ちょっとところを使っていきますね。でもどうしてもなんかもう完全に戻りきらんようなやつもやっぱあるはあるんですけども、まあ、例えばこのレタスとかですね、あのこういう葉野菜あの意外なんですけど、ブイヨンとかであのもうクタクタに煮てやるんですね。こうするとね結構案外美味しいんですよ。葉野菜ってこう煮込むイメージあんまないんですけど、こういう葉野菜をこうさっと湯がくっていうよりもこう葉野菜を逆にこうクタクタにこのブイヨン、まあ、コンソメみたいなやつですね、あんなで煮込んでやるとね案外ね美味しいんで、例えばその鍋にブイヨン、あのコンソメ沸かして、でこの葉のあのサニーレタスとかをちょっと刻んでこう入れてやって、こうとバターをちょっとそうだな一かけらぐらいちょっと放り込んでやって、こうクツ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 っとこう柔らかく煮込んでやると、まあそんなんでもね結構案外美味しいんでね、それもおすすめですね。はい、をちぎっていきます。で、まあ、ちぎる時のコツはですね、まああれですね、あの他の動画でも言ってますけども、こうハラハラっとこうほどくようにこうちぎるんですね。こうハラ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 っとね。で、赤のちぎり方はこうですね。こういうの。こういうのは赤ですね。こういうのは赤。をハラハラっとこう、ほどくようにちぎっていくんですね。そうすると、水につけてた状態ででも、水につけたときにこう、細胞がこう破壊されてないので、きちんと水を吸ってくれて、こうパリッと仕上がってくれますね。まあ、残ったこれなんですけども、これもちょっとまた別動画で紹介してるんですけども、しゃっきりと長持ちさせる方法がありまして、この濡れてる状態でですね、こうキッチンペーパーでですね
積んどいてやるんですね。こんな状態ですね。うん。で、まあ、こんな袋でですね。を入れといてやると。この状態にしておくとね、むちゃくちゃ持ちます。ずっとパリッとしたままむちゃくちゃ持つんで、ほんま、その1週間近く、結構持ったりとかするんで、まあ、途中ちょっと、紙は取り替えてやったりとかしてやるといいんですけども、むちゃくちゃ持つんで、この方法すごくおすすめですね。これで冷蔵庫を入れておきます。ベビーリーフとかを入れてると、ベビーリーフ何がいいってね、このこれなんですよね。この赤色、これが入るからすごくね映えるんですよね。まあ全然入れる、おうちやったら別に全然入れんことも全然大丈夫なんですけど、これが入るだけでね、だいぶ見栄えがめちゃくちゃ良くなるんですよね。まあ、ちょっと結構痛み気味のも結構入ってたりするんで、その辺は取ってやって、まあ、この状態で置いておきますと。でこのまま糸のように水を垂らしながらやったら、水も吸ってくれて汚れも同時に落としてくれると、まあ、レストランではこれが基本のやり方ですね。はい、この状態でちょっと置いておきますと、水をこう流している状態ですね。はい、はい、ではカレーに戻りましょう。だいぶ、水分も少し減ってきましたね。ちょっと味見てみましょうか。うん、だいぶ出てきましたね。うん、今で、ちょうど1時間ぐらいですね、煮込み始めてから。うん、まあそうですね、さっき最初水を1リットル、1.1 リットル入れましたけども、まあ、1リットルやったらまあこのぐらいで、まあ、仕上がりかなっていう感じですね。で、まあ、旨味が、まあ、そうですね。まあ、やっぱ、ちょっと、もうちょっと煮込みたいなっていう感じですね。こう、じんわり、旨味がこう、じんわり、こう、ぐーっと、じんわーんとこう出てくるんですけども、その時間が、やっぱり、ちょっと、ちょっと弱いな。もうちょっと煮込まんと出てくるな。
なんでもう少し煮込んでいきますね。まあこっから30分、まあ、理想はプラス1時間ぐらいが理想みたいなところなんですけども、まあ、ちょっとそこまではちょっとライブ中継ずっとやるのもちょっとあれなんで、うん、まあここからはですね、まあこんな、まあ、この動画あの後日も見れますので、まあ、こんな手順でやっていて、あとはこの好みの状態にこう煮込んでいくと、この煮汁のこの味をですね、こうちょこちょこ味を見ながらですね、いくと味がどんどん変わっていくのがわかると思いますんで、それをこう頼りにこう煮詰めていくと、そんな感じですね。うん、なんで最初1.1 リットルでいったけど、まあ、1リットルでやるとまあちょうどええぐらいかなというふうに思いますね。どうしようかな。最後まあ、サラダをまああと水つけたやつをこう水で切っていくんですけども。こういうサラダスピナーってやつですね、僕のチャンネルでよく紹介してるんですけども、こんなんを使うとすごく水気が完全に切れてくれて、すごく美味しくなっていきます。サラダのコツは結構水分をしっかり切ることによってドレッシングがちゃんと馴染んでくれますので、すごく美味しくなっていきます。締めようか、ちょっとどうしようかな。まあこんな感じでこうやっていくと、そんなイメージでいいですかね。さあ最後サラダの盛り付けだけ言っときましょうか。よいしょ。まあこれまだもうちょっとつけてパリッとさせたいところですけども。仕上がってるとして、まあ、サラダんで、まあこう取っていくんですね。サラダもですね、これまあ例えばあらかじめこう作って水でシャッキリさせて、水を切るとこまでやって、でそれをこういっぺんタッパに入れておいて冷蔵庫でクッと冷やすと、よりこうパリッとしてね、美味しくなりますね。もちろんこれできてすぐでも美味しいんですけども、できた後に水切って一旦冷蔵庫に冷やしておいてやるとさらにパリッとするので美味しくなりますね。で水を入れたら盛り付けていきます。ここでね、この段階でも形をある程度こうイメージして掴んでやるんですよ。Thank you.
食べるときは、ボウルにこれ取って、塩とオリーブオイルでかけて、あえて持ってやってもいいし、まあ、この状態でですね、オリーブオイルをこうかけてやって、で、お塩、この状態ですね。で、最後ホワイトペッパーですね。まあ、こんな状態ですね。こんな感じ。まあ、こんな感じに仕上がりますということですね。うん、まあ以上で、まあ大体まあカレー作りのその他のやつの一連やったんですけども、何かご質問ありますかね。ちょっとだし巻き卵ぐらいから離脱率がすごいんですけど、ちょっと恥ずかしいですけどね。なんかカレーでなんか聞いときたいなみたいなことなんかありますか。あ、いただきました。ありがとうございます。ルーを、ごめんなさい。ルーを入れた直後にとろみが出るというのは水不足ですかということですけど、基本的にも市販のルーはもう入れたらもうとろみ出てくれるので、水不足というわけじゃないかなというふうに思いますね。まあ今日で言ったら、そうですね、まあ基本まあ水分量についてはまあ箱に書いてある通りやってやったら、まあそんなに大きい間違いはないかなって感じですね。まあどっちかというと水は少な、後から足すのはできるんですけども、この減らすのはなかなかちょっと難しいので、ちょっと少なめに入れてやって、で、まあ途中でちょっと足してやると、このままでちょっと煮詰まりすぎるなと思ったら足してやるとか、そんなイメージでやっていったら、まあ安全運転でいけるかなというふうに思います。まあ今日はですね、これこの後、多分もうあと、僕ちょっとあと1時間ぐらい煮込もうかなと思うんですけども、まあ、水の量はそれでやったら、まあやっぱり最初入れたみたいな 1.1 リットルぐらいでちょうどになるんちゃうかなというふうに思います。で、まあこのカレー、まあ結構もう煮込むので、今日の夜食べても全然美味しいですけども、まあ明日ですね、翌日の方がまあやっぱり美味しいですね。なんか味がすごい馴染んで美味しいので、でまあ、別の動画で冷蔵保存方法、カレーのこの冷蔵保存方法だとか、あと冷凍をする方法で美味しくする方法とか、
あと、まあ、この残ったカレーで作るあのカレーうどん の, あのお手軽やけどすごい美味しい作り方だとか、他にもちょっと5人分の時はどうするんやとか、いろいろあのカレーまとめっていうあの 再生リストにあのいろいろちょっと放り込んでますので、まあ、よかったらご覧になってもらえたらなというふうに思います。あとはいいですかね。はい、ではですね、今回ちょっとライブの初挑戦ということでちょっといろいろ不手際はありましたけども、市販のルーを使って作る本格的な、カレーの作り方のコツというのをお伝えさせていただきました。長い間あのお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また何か、こういうライブ中継やっていけたらなというふうに思います。どうもありがとうございました。